というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ、先ほどの続きと踏まえた上でというなんか新機能がどうかという話でしたけど、うん、まあ、ギルドですね。ですよね、はい、でも一応ロードマップかなんかに載ったのかな。はいはいはい。でも11月とか、そうです。僕が見た感じでも11月に実装予定と、まあ、開放されるかもしれない。でまあちょっといろいろねツイッターでつぶやいてる人たちもいて、うん、まあまあちょっと盛り上がってはいるんですけど、はい、いや待て待て、はい、まあ僕ねまずちょっと考えたんですよ、はい。まあ、ギルドって、まあ、何かっていうと、まあ、結局みんなでチームを組んで、はい、なんか一つの団体をするみたいな感じですね。ですね、まあ、これ結構前からいつコミュニティ機能ですよ、まあ、言っちゃえば ね、それをいつ実装されるんだみたいな話があったんで、まあ、いよいよ来たから、うん、まあ、みんな盛り上がってるんですけども、はい、まずでも思い起こしてほしいんですけど、はい、まあ、闘技場もねできるよって言った時に、はい、みんな期待しましたよ、はい。でプレーオープンみたいなこともやって、はい、ありました、ね、でじゃあ本番何が変わったか、はい、何も変わってなかったですね。そのまま出てきました、ね、はい、でやっぱりみんなが期待したのはマルチ対戦ですよ、はい、でも、まあ、それは実装されないで現状今も実装されていないと、まあ、この状態ですね、はい。じゃあこのギルドでじゃあどうなるのかというと、まだそれはよくわからないんですよね、情報が。そうですね、まあ、とにかくギルドができて、うん、チャットができるっていうことはできてますけど、うんうん、まあ、何をしたらこのギルドが発展するかとかっていうことは何もない状態ですね、うんうんうん、でまあ絵から見ると街がありますよね、はい、ありますあります。多分これみんなで協力して、うん、その街を発展させていくっていうシステムだと思うんです。これねドラゴンクエストウォークであるんですよ、似たん。あ、あれが。そうなんだ、はい。まあ、まあ、イベントの中でいろんなアイテム集めて街を大きくしていくっていうのが、はいはい、まあ、それに似てるんですね、はい。何にしてもこのタクトとウォークってデザイン全く一緒じゃないですか。まあまあまあ、基本的に、ね、はい、あのキャラクターデザインとかね、はい。なんで、まあ多分そういうことだろうなと。で、みんなが多分想像してるのは、おそらくみんなで協力してなんか高難度をやったりとか、うん、多分そういうのを想像してんじゃないかって僕思うんだけど、まあ皆さんの感想はわからないです。まあその可能性もありますけど、うん、はい、そんなことができないと僕思うんですよ。できないと、はい、できない。だってマルチ対戦がまだできてない状態で、あ、まずそんなことができるかと、ね、はいはいはい、やるとしたら闘技場のマルチが先でしょってはい、はい、そんなプログラミングをするんであれば、はい、だから多分何ができるかというと、まあ、一応チーム団体にはなる、うんうんうん、要するにもうそのねチームに所属して街を発展させるというサブゲームができるだけですよ。はい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 。でこれ何かというと多分ですけど、あったでしょ、ドラゴンタワーにしても何にしても40回を100人クリアしたら、うん、ありました、はい、チームプレゼントとか、こういう感じで基本のこのゲームの中のものがミッションになっていて、うん、その到達具合で街が発展していくと。いや、サークルの中で、まあ、そのミッションが別にあるみたいな、そう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 、みんなでやっていこうよみたいな可能性もあるかも、うん、じゃないかなと思うんですよ、はいはいはい、でじゃないとまずね問題になってくるのが戦闘力ですよ。はいはいはい、ね、これギルド機能ができて、うん、全員強制ですかって話になっちゃうんですね。あ、強制、はいはい、ね、まず強制じゃないと思うんです。ないと思うんですね、それはそうです。で、はい、根本タクトって一人でやるゲームでしょ。まあ現状なんかみんなでゲームないんですね。誰もそこを期待してゲーム始めてるわけじゃないんですよ、はい。でまあドラクエなのオンラインは別として、はい、根本ドラクエって一人ゲームじゃないですか。そうですね、はい、二人でやった記憶はないですね、はい、で中にはそんな、ね、自分のタイミングでやりたい、うん、そんな人とわちゃわちゃやりたくないよってやつがいっぱいいるんですよ、はい、だから 50% は多分やらないと思うユーザーの 50%、はい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 、残りの 50% がまあやるんですけど、はい、まあ、これねみんなだからどのチームに入るかな、そんな話になってるんです。例えば配信者さんがチームを立ち上げて、はい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 、私はそこに入りますとね、まあ、翼くんが立ち上げても誰も来ないと思うんですけど、はいはいはい、まあ、そんな感じになってるんです、はいはいはい、まあ、あとねそういう例えば力が必要になってくる。だから無課金者からすると強い人と一緒のチームにいれば得が得られるんじゃないかと考えると思うんですけど、はい、多分こんなものは一切関係ないと僕思うんです。他の人に全然引きずってもらえないってことですか、うん、はいはいはい、だってそれができんだったら上位者引っ張りだこになるでしょこれ。まあそれはどのゲームでもそんな感じになっちゃうから、ね、スカウト機能とかあったら大変なことになりますようちのチームにそうそうそう、はいはい、だし本当にそれで大事な何かが起こるんであれば、うん、上位者同士でチーム作っちゃいますからね。まあそれになりそうですね。無課金いらねえよぐらいになるでしょ、はいはいはい、例えばどんなキャラ持ってるのぐらいのもう審査が入っちゃいますよねだからもう絶対そうならない。だからもうあくまでももうサブゲームとしてのコミュニティ、うんうん、でまあチャット機能っていうのがどうかなって、これを入れるってことは相当更新必要ですよね。
でもどうなんで、他のゲーム、それこそ馬娘とかもそうですけど、うん、よそのゲームでもサークル機能って結構ありますけど、うん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 、なんかそんな難しくなさそうな気もしますよね。あ、そうなんですか、はい、ドラクエウォークもそういうのはないんですよね。あ、ないんだ。ないですね。あ、じゃあちょっと、なるほど、話変わってくるかもしれない。だから完全に初。ただ一つ問題になったのは、はい、誰々さんがメタルドラゴンを引きましたとか、はい、ガチャの記録出るのみたいな。そう、そこのありましたっけ。うん、そんなのがあるんですよね、チャットのやつですよね。そう、だから これはちょっとなんか情報流出されたくないなみたいな人もいましたけども、はい、まあ、あとですね、例えばこのギルドのマックスの人数が何人なのかって話ですよ。あ、分かるんですね。これ僕ね、100人200人もしくは無制限、これだったら僕いいと思うんですけど、はい、もし10人とかの少数制でやるんなら問題生じるぞと。ね、例えばじゃあ誰々が来なかったがためにこれができなかったとか、はい、うんうんうん、そんなことになりうるんですよ。まあ問題になってるやつです ねプレッシャーになっちゃいますよね、逆にね。だから多分ですけど人数はめちゃくちゃ多いと。どうかな。でそれを考えると多分この中でしか、この中での戦闘力の差は絶対に出ないんじゃないかなって思うんですよね。はい、やらないって人もいるわけだし、はいはいはい、だからあるとしたら闘技場のようにここで集める何かのアイテムで、あのキャラクターが、うん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 、あの S ランクのキャラが一体取れるとか、はいはいはい、おそらくそういうもの。だから結局何が言いたいかというと、みんなが思ってるようなことには全くならないと。こんなもんなんてぐらい僕は裏切ってくると思います。ここの上さんならじゃないかな。かよく考えてくださいよ。上さん、まあ、タクトをオープンしましたもう1年経ちました。あ、最初を思い出しましょうと、はい、ね、最初いきなりガチャだけバカバカ出ましたよ、はいはいはい、ね、やることなかったですよ。あそこで資金集めましたよ。ね、資金最初からゼロなんかってぐらいのことをやったところですからね。はい、ならそんなぐらいじゃねえのかって、まあ、だし、まあやっぱ闘技場のマルチがない限り、まあ、ここが充実してみんなでなんか多分考えてる人、僕は分かんないですけど、はい、みんなで例えばじゃあ1体ずつキャラを出してなんか一斉に動かしながら何かミッションをやるとか、こんなことまで期待してる人がいると思うんですよ。いや、それは大変だろうと。はいはいはい、そんだったらまだね、対人戦の方が楽なんじゃないかなと思うし、やっぱり戦闘力っていうのがその中でまた発生するんであれば、うんうん、これはちょっと違うぞと。あのオーブンの時も言いましたけども、うんうん、やらない人だって絶対に出てくるはずだし、うん、そこでまたね一気になんか戦闘力が変わるとか言うんであれば、ここまでの過程の課金は何だったのかって言ってる人もいましたよね、うん、相当なお金をかけてこれを築き上げてきたものが その一瞬で崩れ落ちるっていうのはどうかとか、そんな心配をしてる人もいましたよ。ギルドはギルドで別戦闘力みたいな。そうなんです、そうなんです、ね、はい、一応なんかね順位みたいなのがあるんですよ。はいはい、いやもうだからこれは街の発展の順位だと僕は思ってるんですよね。だから僕はもう本当にサブゲーム、はいはいはい、だから毎日闘技場を参戦するこの程度のことだと思うんですよ、ね、うんうんうん、はい、でやっぱり普通に起きてくるこの本編のイベントの中のミッションが、はいはい、うん、ある程度何戦ね、やったらギルドのメンバーで1万戦消化したらレベルが1個上がるとか、はい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 、おそらくこういうゲームじゃないかと、うん、まあそういうことですね、はい、まあ、タイトル見てもらう、この動画のタイトル見てもらえば分かりますけど、はい、これが僕の本音ですよ、はいはい、はーってぐらいのことになるんじゃないかって、はいはい、ここまでやっといて、はいはいはい、はいはいはい、でまあまたね、もう少し先に期待しましょうになるんじゃないかなってなんとなく僕は思うんですけど、はいはい、まあそういう感じで多分、うん、盛り上がってますけど思いっきり期待は裏切ってくるでしょうよっていうことですで僕は、まあ、できるなら、うん、やらない、やりたくない、あげるのかなって、そうそう、でもそこでしか取れないキャラとかいったらこれは取るしかないんですけど、はい、やらざるを得ない状況になるんじゃないかなともちょっと思いますけど、そうなんです、そうなんです、はい、そしてで別にね、そんな何十人とか組まなくても一人であできるんだよね、そう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 ああなるほど、ギルドと流したいという、そうそう、嫌なんで僕なんかそういうわちゃわちゃしたくないんで、はい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 、なんか誘われたりとかするでしょ、そしたらもうなんあると思いますよ、まあ、どういうくくりであるか分かんないけど、ちょっといついつ集まりましょうとか、あ、めんどくさいですよ、そうそうそう、全然違うんですよ、もうゲームなんだこういう、そういうのやりたければこういうゲームやってないんですよ、まあそうですね、だからこの今のメイン層たちがギルドっていう機能に対してどういう反応するのか、ね、そうですね、はい、うん、まあ言っても2ヶ月後ですからね、うん、まだ、だからまあ多分まあキャラの持ってる持ってないっていうのはすごい大事だと思うんだけど、はい、強いからどうかっていうのは多分きっとないんじゃないかなと思うんですよ、うん、それがすごい大事になってくるんだよね、例えばこの中にまた高難度があるとか言ったら、そうですね、それも、うん、そもそも上位ランカーは無課金者と組みませんから、はいはい、
まあそこはそうですよね。そうなっちゃう、はい、もう1位から20位までがチーム組んでるとかなっちゃうかもしれないです。逆にちょっと見たいですけどね、それはちょっと見てみたいですけど、どんだけ差が出るのか、はい、はい、という感じでね、はい、まあちょっと一応ね、はい、2ヶ月後ですか。そうですね、なんで、うんうん、まあ、その期待の裏切り方を僕は逆に期待しちゃおうかとどんな裏切り方をしてるか、はいはい、という感じのと思ってます。はい、どうも、ありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。